西日本ナンバーワンを決めるこの大会、今回は組太鼓一般の部で8組、そして今回から新設された組太鼓ジュニアの部で8組がエントリー。それぞれ上位3組が日本一決定戦に出場します。その団体を決めるのが当日来場された和太鼓ファンの皆さん。そうなんです、この大会は観客の投票によって順位が決まるイベントなのです。天輪太鼓風雲児夢組。天輪太鼓太鼓教室の子どもトップ軍団である風雲児風組の小学生グループに強化メンバーを加えての新たなチーム編成で挑みました。大和太鼓保存会イグミ。平成元年、地元町おこし事業の一環として大和太鼓保存会を結成。その子供の部として平成3年に結成されたのがこのイグミです。和心一打書き。太鼓が大好きな地元の小学生が集まり結成された小学2年生中心のチームです。太鼓の楽しさ、力強さを伝え、そしてたくさんの人に元気をあげられる、そんな太鼓を目指して日々練習に励んでいます。太鼓結成は2005年、地元地域に昔から伝わる奉納太鼓を継承しつつ、オリジナルの創作曲を中心に演奏活動をしています。今大会は6年生6名がチームの代表として出場しました。永平寺林道太鼓。1985年に子どもたちの健全育成と社会参加、また伝統芸能継承を目的に結成され、毎年年間約20回程度の演奏活動を行っています。の会和太鼓和楽。結成は2006年。和になって楽しくをテーマに、小学生から大人まで合計40名で活動中。今回のジュニアチームは小学生以下のメンバーで構成しています。山口子ども太鼓クラブ祭り。結成は2008年。同じ小学校の4、5、6年生合計17名で構成されたチーム。練習は自分を裏切らないをモットーに、日々一生懸命練習に励んでいます。だんだん。結成は2004年。地域コミュニティの一員として幼児から大人まで幅広い年齢層で活動しています。今大会は女の子だけでチャレンジしました。
して全8組の演奏が終了。果たしてどの団体が出場権を獲得するのでしょうか。3位と準優勝に輝いたのはご覧の団体。見事日本一決定戦への出場権を獲得しました。そして優勝に輝いたのはどの団体でしょうか。優勝おめでとう。すごい素敵な演奏でした、はい、優勝した今の気持ちを教えてください。すごく嬉しい。すごく嬉しい。優勝できると思ってた。面白かった。本当。じゃあこれから今ね、西日本の代表として今度日本一決定戦に挑むわけだけど、どういう気持ちで挑む？優勝するつもり。優勝するで。よし、じゃあ意気込みを教えてほしいな。全国制覇したいです。あ、頑張ってね。はい、はい。